マセラティは1月27日スイスのサンモリッツで開催されたスノーポロワールドカップにおいてレヴァンテ、マセラティレヴァントのロワイヤルスペシャルシリーズを初公開した。マセラティは1986年3代目クワトロポルテにロワイヤルを設定した。ソフトレザーシートやダッシュボードとドアパネルのクルミ材のウッドパネルなどインテリアにアップグレードが施された。収納式の折りたたみテーブルのコンパートメントには無線電話も装備された。 4.9 リットルの V 型8気筒ガソリンエンジンは最大出力を 300HP に強化した。ロワイヤルは51台のみが生産されている。マセラティはこの3代目クアトロポルテのロワイヤルに敬意を表して SUV のレヴァンテをはじめギブリとクアトロポルテにロワイヤルスペシャルシリーズを設定した。パワートレインは 3.0 リットルの V 型6気筒のみで最大出力はディーゼルが 275HP、 ガソリンが 350HP と 430HP になる。新しいロワイヤルスペシャルシリーズではボディカラーにブルーロワイヤル、青とベルデロワイヤル、緑の2つの専用色を用意した。ブレーキキャリパーはシルバー仕上げ。21インチのアルミホイールにはリム部分にアンスラサイト仕上げが施される。マセラティレヴァンテロワイヤルスペシャルシリーズインテリアはグランラソトリムがベースだ。ロワイヤルのインテリアではブラックツートンのピエノフィオーレレザーが選択できる。またイタリアブランドのエルメネジルドゼニアがマセラティのために製作した新素材ゼニアペレテスチタを採用した。イタリアの伝統と最新技術を融合して生まれたゼニアペレテスチタは薄いナッパレザーのストリップを使用して巧みに作られ、軽量で柔らかく耐久性に優れるのが特徴になる。ハイグロスインサートはメタルネット仕上げだ。限定車を示すシリアルナンバープレートが装備される。ロワイヤルスペシャルシリーズには運転支援プラスパッケージが標準装備されている。道路上の潜在的危険に対応し、ドライバーと乗員の快適性と安全性を強化する包括的な先進運転支援システム ADAS を備えている。マセラティクアトロポルテロワイヤル1986年、ロワイヤルスペシャルシリーズにはダッシュボードの中央にマセラティタッチコントロールプラス MTC プラスユニット 8.4 インチタッチスクリーンインターフェースを採用した。MTC プラスはフロントシートヒーター、ベンチレーション、ステアリングホイールヒーター、リアブラインドの開閉など車両の主要な機能をコントロールできる。画面にはバックカメラが捉えた映像と使いやすいガイドラインも表示される。エンターテインメントシステムには Apple の CarPlay と Google の Android Auto の両方のミラーリング機能を導入する。さらに iPhone ユーザーの場合、 Apple の Siri システムをパーソナルアシスタントとして機能させ、音声コマンドが利用できる。システムが自然言語を理解するため、音声の指示で電話をかけたり、音楽、メッセージ、リマインダー、メール、ウェブサイトなどにアクセスしたりすることが可能だ。なお、ロワイヤルスペシャルシリーズは2020年3月に納車を開始する予定。レヴァンテ、ギブリ、クアトロポルテの3車種合計で100台を限定生産する計画だ。